はい始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますえ。今回は新聞配達アルバイト3年目58歳の方の給与明細です。え仕事内容は毎日朝3時から5時半くらいまで5から6種の新聞を100件ほどに原付バイクで配達しています。え必要な資格やスキルは普通,普通車免許または原付免許。勤務時間が月75時間で残業0。 収入が月収8万5000前後不満としては新聞を積む場所に屋根がないので雨の日には原付バイクに取り付けられている新聞を入れるかごの中に水が入ってしまうことやりがいは雨の日も風の日もまた雪が降る日や道が凍結している時でも新聞を配達しているので配っている方にご苦労様と言われることですで給与明細です、えー こんな感じの給与明細になっています。で、総支給が八万五千九百五円で手取りも八万五千九百五円。で、えー、時給なんですけど七百九十八七百九十三円で深夜割増がついて九百九十一円で深夜割増の一点六倍の方がついたら千二百六十九円となっています。えー、元の時給がまあ 多分最低時給くらいなので、えー、深夜の1.6倍がつく時間だと美味しいんですけど、まあ、普通の1.25倍の時はまあそんな美味しくない感じですね、まあ、でも75時間の勤務でこれだけもらえるのは結構魅力的な仕事だと思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします